平野紫仕様もタトゥー入れる一年休業の舞台裏で浮上する予想外な可能性。女章金プリヘイヤ仕様の新たな一歩アディダスのキャンペーンでタトゥーが話題に、日本のアイドルグループキングプリンス、金プリのメンバーであるヘイヤ仕様が驚きと興奮を引き起こす新たな展開を迎えています。 アディダスジャパンの最新 T シャツコレクションのキャンペーンにおいて、元メンバーである岩橋玄樹がビジュアルモデルとして起用され、そのビジュアルには多数のタトゥーが刻まれていることが話題となりました。この出来事がきっかけとなり、キンプリヘイヤ仕様に関する新たな噂や展望が広がっています。小1アディダスキャンペーンと岩橋玄樹のタトゥーファンの驚きと期待。 アディダスジャパンの最新 T シャツコレクションのキャンペーンにおいて岩橋玄樹がビジュアルモデルとして登場しました。そのビジュアルには彼の両腕に多数のタトゥーが刻まれていることが明らかになり、これによってファンの間で大きな騒動が巻き起こりました。岩橋のタトゥーに対するファンの反応は二極化しており、一方ではかっこいいし、 タトゥーも海外では一般的という理解を示す声が上がり、もう一方では、いつの間にこんなにたくさんのタトゥーを入れたのと驚きを隠せない声も聞かれます。ショーに岩橋玄樹のタトゥーの歴史予想以上の広がり。岩橋玄樹は2021年に金プリからの脱退とジャニーズ事務所からの退場を経て、自身の道を模索しています。 その過程で、彼は海外での生活を公開し、インスタグラムを通じてタトゥーを少しずつチラ見せしてきました。しかし、彼のビジュアルモデルとしての出演によって明らかになったタトゥーの広がりは、多くの人々を驚かせました。特に、右足首に映った十字架のタトゥーは、ファンによる騒動を引き起こしました。小、サン・ジャニーズ事務所と、タトゥールールの変遷と岩橋の影響。を、 ジャニーズ事務所は、かつてはタトゥーを公に見せることを禁じるルールを持っていましたが、退場後はそのルールが緩和されています。これにより、岩橋だけでなく、元ニュースの手越祐也などがタトゥーを披露しています。タトゥー文化の変遷とともに、アイドルたちの個性表現における新たな局面が訪れていることを考えると興味深い局面です。 小四平野仕様との関連性一年休業の舞台裏とタトゥーの可能性。同じ金プリのメンバーである平野仕様も、今回の岩橋のタトゥーに関連した議論の中心に立っています。彼の一年休業報道においても、海外進出への強い思いやタトゥー入れる可能性についての言及がされています。彼の未来における可能性についての展望が、 ファンの間で広がっていることは間違いありません。結論キンプリメンバーたちの新たな一歩と広がる可能性。岩橋玄樹のアディダスキャンペーンビジュアルを通じて、彼の意外な一面が明らかになり、それによってタトゥーカルチャーとアイドル業界の関係性についての議論が深まりました。また、平野耀の一年休業。 報道によって彼の今後の展望に対する関心が高まっています。キンプリメンバーたちの新たな一歩がファンや業界にどのような影響をもたらすのか、これからの展開が楽しみです。